しもあの時ウーマンズたちが助けに来んかったら。どうもスケベでトイレ系 YouTuber のフェイです。さあ本日は大人気企画スケベでトイレでもしあの時こうなってたらっちゅうイフストーリーを描いたもしもしです。まとめてドカッと見ていきたいやけれども、今回がなんともう第6弾ちゅうことで、過去にいろいろ見てきたんやけど、まだまだおもろいイフストーリーあります。今回イフストーリーだけをまとめた再生リストも作りましたので、過去のでまだ見てないよっていう方はぜひそちらもお楽しみいただければと思います。はい、ってことで今回も世界中のクリエイターさんたちが作ってくださったイフストーリー、みんなで楽しんで見ていきましょう。今チャンネル登録者20万人目としてるので、スケビリトイレが好きな方はチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。お願いごか。はい、じゃあまず1本目はもしも70話パート3でタイタントリオの到着が早かったらっていうね。確かにな、タイタントリオもうちょっと早く来てたら結構未来変わってたで。はい、ここはね映像一緒やな。いや、これほんまにファンメイドか。もう本家並みの映像クオリティやけど。はい、で今回はね70話パート3のイフストーリーが多めっちゅうことでね。はい、ロボット来ました。さあ、どのタイミングでタイタントリオが出てくるかっていうな。めちゃめちゃリアルやな。怖っ。ロボットサイエンティスト。さあ、さあ、どこでどこで来る。はい、来た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 。おお、ここで来てたらもう、一発や。弱っ、ロボットサイエンティスト。いや、このな、おお、中見てて。あ、ナイフマン。うわ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 、うわー、この世界やったらナイフマンは生きてたんかな。はい、次じゃあ二つ目。もしも70話パート3でウーマンズたちが仕事をサボってたらっていう、どういうこと、どういう仕事サボってる。え、はい、ここも一緒よ。いや、もう映像がもう本家かファンメイドかいよいよ分からんようになってくんで。はい、いや今回はほんまにパート3が多めやからね。結構やられてるぞ。あれ、はいはいはい。まあまあまあ、これね。はい。ここでロボットが出てくると。はいはい。ここは一緒やな。はい。来ましたよ。で、本来やったら、この後に、ラージカメラマンとウーマンズたちが、やってくると。あれ来へんぞ。あれあれ全然来へん。やばいやん。ああああ、やばいやん。助けに来へんやん。終わった、プランジャーマン終わった。はいはい。あ、一方その頃みたいな。なにこれ。なんかバカンスしておる。しかもラージカメラマンボスみたいになってるやん。なにこれ、だいぶふざけてるで。この絵。あらぶち切れちゃうの。中入れて。これおもろいな。はい、次はい。はい、次。もしも70話パート3で、ラージカメラマンがね、さっきと逆に、ラージカメラが無双してたらっていう。さっきとはもう真逆。さっきのサボってやったから。はい、ここまではまた映像一緒やと。はい。で、ロボット出てくるやろ？はい。下がれ、言うてな。いや、もう、パート3だけで、いろんな世界線ありすぎやろ。はい。で、さっきはここで誰も出てこへんかったけど、あー、来た来た！これはちゃんと来た。はい。はい、ラージカメラマン。ほう。強っ！サイエンティストやばいやん。やらない。ああ、強っ。サイエンティストで弱っ。え、何何これ、何意味わからん今の。はい、次4つ目。もしも70のパート3でプランジャーマンが一人で倒してたらやって、ほう、誰の助けも借りずにってことかな。うわうわうわ、やっぱこのシーンは何回見てもエグいな。でもよう考えたら、あの追加映像のこと考えたら、ナイフマンとプランジャーマン最終的に
倒された時の状態同じってことやな、もう下半身が切られてもうてみたいな。はい、バチバチよね。え、これはまだ、まあまあ似たようなのは本家でもあったよな。ほぼ似てる。はい。ああ、ほう。やられそうやで。ほう。あ、逃げた。ほう。お、めっちゃ白熱してる。え？なんかエージェント出てきたで、なんか言うてた今。ほう。なんかこのサイエンティストちょっと、つぶらな瞳してない。なんか、かわいいおじいちゃんっていう感じ。ほう。あ、こっからも映像が全、あれ？え、倒したんこれ。ありがとうって言ってたね、今、エージェント。クリティカルダメージ。え？結局、プランジャーマンはじゃあやられる運命ってこと？え？はい、次これ。もしも70話パート1で、アストロトイレが敗北してたらっていうね。前ちょっと似たようなは見てんけど、また別の方が作られてたっていうことで。見てみましょう。はい、言うてんで。これは絶対言うよんねんな。ほう。本来やったらここも逃げられてるから。え？自分で？え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 ？弱っ。弱い。終わりやん。アストロトイレやられてもうたらもう、この後話ないって。あら。ドヤ顔しとる。はい。で、今回これ最後。これおもろいね。もし54話で、ブラウンスーツカメラマンがテレビユーマンにハグできてたらっていうね。はい。このシーンあったな。これな、そのブラウンスーツカメラマンがもしかしたら、あの、裏切り者説みたいなのも一応まだあるから、ここでハグできてたらその未来は変わってたかも。あ、これや。あ！ハグできてる。なんか、ハートフル。めっちゃええシーンや、これ。これおもろいな。はい。ってことで、今回のイフストーリー以上でございます。ということで、いかがでしたでしょうか。いや、最後のな、ブラウンスーツカメラマンのやつええな。本家の方ではもう抱きつく前に逃げられちゃうねんけど、ちゃんとハグができたと。こういう世界線もええね。で、あともう一個一本目の、もしタイタントリオの到着が早かったら、あれもよかったで。何よりも、ナイフマンが生きてたっていう世界線が素敵やね。いや、他のイフストーリーもめちゃめちゃクオリティ高くておもろかった境に、ぜひみんなもね、どれが一番好きなイフストーリーやったかコメント欄にガンガン書いていってください。はい、ってことでまたイフストーリー動画たまり次第こういった実況動画撮っていきたいと思いますので、最後まで見てくださった皆様、チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほな、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録して